ニュースポストセブンです。日本アカデミー女優の茂田井雅子さん、3年ほど前から女優活動をしていないことが分かりました。映画関係者によると、茂田井さんは数年前からもう仕事はしたくないと周囲に話していたそうです。2021年のドラマを最後に女優の仕事はしておらず、仲間内でも心配する声が上がっていたようです。知人によると、71歳となった茂田井さんは若い頃に比べ体が動かなくなったと話しており、オファーを断っているとのこと。メガネ姿で多くの作品に出演し、存在感を放った名バイプレイヤー茂田井さん、再びスクリーンに戻る日は来るのでしょうか。ニュースポストセブン。